ケボーン流走クール。こんにちは、トイズガオです。はい、8月24日発売の騎士竜戦隊竜ソージャーのデラックスシャインラプター&シャドーラプターの情報が解禁されましたので、こちらもね見ていきたいと思います。はい、こちらはね新しい騎士竜ですね。騎士竜シリーズ 08&09 デラックスシャインラプター&シャドーラプターセットですね。光と闇の2体の騎士竜、シャインラプターとシャドーラプターが合体することでコスモラプターに超進化。はい、この一個一個の騎士竜が合体、はい、なんかこう合わさってますね左右で一つに合わさってますけども、すごいですね。どんな合体になるのか、なんかいろいろ合わさってますね。ここの前の爪のところがね1本なのがここでは2本になっていて、足もねこの1本ずつがこう重なって2本1組でこの1本の足になってますね。でこの左右でこのシャドウとシャインの体が合わさってます。はい、厚みが増してますね。はい、こちら面白い合体ですね。はい、そしてさらに騎士竜王や騎士竜ネプチューンと竜装合体し、騎士竜王コスモラプター、騎士竜ネプチューンコスモラプターが完成。はい、騎士竜ネプチューンコスモラプターと騎士竜王コスモラプター、はい、このような合体になりますね。このシャインラプターとシャドーラプター両方いっぺんにこう合体なんですね。このどっちかにどっちかがつくみたいな、そういうのではなく、まあ両肩にこうね肩パーツがついて、武器の方もね右手が剣で左手がこう銃のような武器になってますね。まあこのキシルネプチューンとキシル王によってちょっと合体のね形が違うのでね、その辺も面白いところだと思いますけども、はい、こちらシャインラプター&シャドーラプター、そしてリューソウルがコスモソウル、コスモソウルに関してはちょっと書いてないですね。はい、こちらが税抜きで3200円、8月24日発売ですね。あ、この詳細を見るとリューソウルの方も書いてありますね。はい、こちらが、はい、リューソウルの方も載ってますね。これがコスモソウル。まあなんか宇宙っぽい感じがしますね。このクリアラメで、でこの辺にね、ウォズ銀河みたいに、キューレンジャーみたいなね、そんな絵柄が書いてあります。はい、こちらが8月24日発売ですね。はい、そして、こちらの輝きソウル&暗闇ソウルのセット、はい、こちらも8月24日発売ですね。輝きソウルと暗闇ソウルで竜装レッドと竜装ゴールドが恐竜装、はい、こちら輝きソウルでそれが暗闇ソウル、なんかあのシャインラプターとシャドーラプターのねなんかそんな感じもしますけども、その辺との関係もあるんでしょうかね。はい、そして竜装剣とモサチンジャーに装填しよう、音声は輝き、そしてモサチンジャーでは恐竜装、はい、そしてロボの顔にもなりますと、はい、かっこいいですね。そしてなんか暗闇ソウルの方はなんか敵のような顔つきですけども、はい、こちらが8月24日発売で税抜き700円ということですね。はい、こちらも楽しみにしたいと思います。はい、ということで8月1日にねいろいろ情報が更新されましたので、何が発売するのかなというのをね見てきましたけども、はい、一応今月はこの、まあ、リューソージャーは24日のこのシャインラプターシャドーラプターセットと輝きソウル暗闇ソウルセットで、ゼロワンの方はアタッシュカリバーとエイムズショットライザーと、あとホルダーですね。まあ、8月31日にね、まあ、ドライバーの方と合わせて発売となりますね。まあ8月はかかりますね。まあ今月は、まあ、これね、8
発売が31日なんで、まあ、月末なのでね、まあ、ちょうど給料も入ってきたところで買えるというところだと思うんですけども、まあ、24日はこのねシャインラプター、シャドウラプター、まあ、この輝きソール、クライムソールはね700円なんで、まあ、これにプラスして買うと、まあ、4000円ぐらいかなというところですね。でその次の週にさらに大量にこのね、まあ、ゼロワンドライバーとねショットライザーで、まあ、軽く1万超えはしますね。全部買うと2万円ぐらいしちゃうと思いますけどもまあその辺もね頑張ってね稼いでおきたいと思います。はい、ということで今回は8月24日発売の竜装ジャー関係のおもちゃの情報を見てきました。はい、まだね24日まで時間あるので楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますのでそちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。